サビラボ。皆さんどうもこんにちは。自称ミニ PC ソムリエのカキさんです。今回は早速ですが、先日生配信でも紹介した薄型 PC、ミニズフォーラムの MUCXi5、こちらの詳細をレビューしていきたいと思います。生配信を見ていただけた方は大体どんな PC か分かっていただけたかとは思いますが、簡単にこの製品の特徴を紹介すると、液晶やキーボード、バッテリーなどをゲーミングノートから取っ払いました。って感じの PC となります。かなりぶっ飛んだ製品ですよね。こういう斜め上を行く製品をちょいちょい発売してくるのが面白い。前回紹介したミニズフォーラムのミニ PC がちょっと微妙だったのですが、今回は性能や静音性も高く個人的にはドストライクな製品でした。では早速本編に入っていこうと思うのですが、まず、今回の動画の流れはこんな感じ。はじめに軽くホームページ上で製品のスペックを確認。次に実際の商品を開封し付属品や外観の確認。そして実際起動してみて性能の確認。という感じですかね。それでは早速やっていきましょう。ということで今回レビューする製品はこちら。ミニズフォーラム MUCXi5。ミニ PC というには少し大きいのでスリム PC って言った方がいいのかな?かなり薄型の PC となっています。CPU は i5-10400H、GPU は RTX3060 ラップトップ。ノート用の CPU と GPU を搭載したモデルです。出荷予定は9月末となっており、現在の販売予定価格はベアボーンで115,590円。32GB RAM プラス 1TB SSD のモデルでも149,620円となります。また同時に CPU が i7-10800H、GPU が RTX3070 ラップトップというモデルも発売されます。価格差は約27,000円程度。排熱と静音性の問題がクリアできていれば i7 モデルの方がいいかもしれませんね。27,000円程度で CPU と GPU のアップグレードができるのはかなりお得かと思います。メモリとストレージは換装も可能となっており、拡張性はそこそこありそうなミニ PC です。映像出力は HDMI とサンダーボルト4の2画面出力に対応。せめてディスプレイポートを1ポートつけて欲しかったです。まあ、何より今回一番素晴らしい点は GPU を搭載しているということ。確実にゲーミングスリム PC と名乗れるスペックとなっています。パソコンの設置スペースが取れない方や、部屋間の移動などにもいいかと思いますし、テレビの裏などに設置できるサイズ感は素晴らしいと思います。では実際の製品を見ていきましょう。一点注意事項なのですが、こちらはサンプル品となりますので、製品版と若干仕様や搭載パーツが異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。まず外箱はとてもシンプル。いつものミニ PC と比べると箱のサイズも大きめです。中を開けてみるとこんな感じ。しっかりと梱包されているので、よほどひどい扱いをされない限り壊れたりはしなそう。本体は後回しにして付属品から確認していきましょう。付属品一覧はこのようになっております。まずは説明書。こちらは日本語表記もあり、分解方法の記載もあるので、しっかりと説明書を確認しておくことをお勧めします。そしてキーボードセットアップ方法が記載された紙が1枚。初期状態ではキーボードは英語配列となっているので、この紙を見ながらセットアップをしてください。ケーブルは HDMI ケーブルが1本。AC アダプターは認証もしっかりと通過した FSP 製の 230W のものが入っていました。あとはスタンドと本体を固定するためのネジ。最後にスタンドですね。付属品は以上となります。必要最低限のものだけですね。スタンドは重量もあり安定感はありますね。それでは本体を見ていきましょう。本体の見た目はこんな感じ。シルバーを基調とした本体ですね。少しびっくりとしたのがこのシルバーの部分。両面とも金属製なんですよね。かなり高級感があります。でもちょっと気になるのがこの部分。プレス機で曲げ加工をした時についたのか、若干の線傷があるんですよね。ここはちょい気になりました。ではまずは外観をぐるっと見てみましょう。本体の身はマジで薄いですね。この厚みのスリム PC はなかなかないかも。エアフローは背面から吸気をし、側面や上下から排気をする形ですね。薄いので冷却性能は気になるところ。あと、メーカーのロゴは気にならないのですが、デカデカとドクロマークが入っているのが、ここは好みが分かれる部分だと思います。私の個人的な好き嫌いにはなりますが、もうちょっと控えめだった方が良かったかな。それでは各部インターフェースも見ていきましょう。
まずは電源ボタンがある方の側面はこんな感じ。こちら側は USB も3ポートありそこそこインターフェースは充実しているかな。ここのファンコントロールボタンについては後ほど説明します。次に反対側。こちらは端子類が少なめ。せめてもう少し映像出力と USB が欲しかったですが、サンダーボルトがついてるので、正直 USB のポートはかなり少なめだと思います。この点はデメリットかな。なのでタイプ C やサンダーボルト対応のハブを用意することをお勧めします。では本体サイズ等を見ていきましょう。本体サイズはスタンドを含め横幅が 260mm、高さは約 393mm、厚みが 80mm 程度となります。めちゃくちゃスリムですよね。そして重量はスタンドを含めて 2425g。このくらいであれば家の中での移動は簡単にできるかと思います。では外観確認はこのくらいで実際使用してみましょう。配線を済ませて使用する準備も整いました。それでは電源を入れてみましょう。スイッチオン。電源ボタンのランプも点灯しました。では起動時間を見てみましょう。お、映像出力もしっかりと出ましたね。この状態では動いているのがわからないくらい静かです。正直静音性にかなりびっくりしました。これは素晴らしいな。起動時間は約34秒ですね。まあこんなもんじゃないかな。起動が遅くてイライラすることはないですね。初期状態は無駄なソフトウェアも入っていませんでした。まずはタスクマネージャを確認。各パーツもしっかりとホームページに記載のスペックのものが使用されていました。いやー、グラボついてるとテンション上がりますよね。ではここからは実際の挙動とベンチマークをやってみましょう。まずは少しブラウジングをしてみましょう。チロムイーデニュースサイトのタブをたくさん開いてみました。これはやるまでもなかったですね。サクサクすぎて 10400H さんに失礼でしたわ。もちろん複数のタブを開きまくっても問題ないです。次に YouTube での動画鑑賞。8K なんかの動画でも問題なく視聴可能でした。全画面とかの切り替えもラグはないし、シークなんかもかなり早いですね。これ CPU 性能が低いと切り替えの時にラグが出るんですが、そういったところも問題ないですね。もちろんテレワークなどの作業やオフィス系の事務用途にも問題なく、Photoshop も切り抜きなどの作業を試した感じは不自由は感じませんでした。画像加工や RAW 現像なんかも問題ないですね。動画編集に関してもかなり快適です。動画を重ねまくったりエフェクトを入れてもしっかりと動きましたね。グラボ搭載なだけあります。一般使用用途だけではなく色々と使えそう。ちなみに YouTube 上でのゲーム配信も快適に動作はできました。実際に SOBS とゲームを起動して配信もやってみたのですが、プレイ側も視聴側も問題ありませんでした。設定やゲーム次第ではありますが、ゲーム配信も可能なスペックですね。ではここからはベンチマークをやっていきましょう。ベンチマークはおなじみのシネベンチ R23? 気になるのは CPU 温度とサーマルスロットリングが起きないかなのですが、いやー、今回の PC はかなり優秀でした。サーマルスロットリングを起こすこともなく最高温度も78度、クロックが低下することもなく性能をしっかりと発揮できていました。金属製の側もただの見せかけではないようです。結果はこんな感じ。シングルは1393、マルチは10232となりました。ネット上での 10400H のベンチスコアと同じくらい出ていますね。それではストレージベンチマークを見てみましょう。ストレージの測定にはクリスタルディスクマークを使用。計測結果はこんな感じ。ストレージ性能は Gen 3の M.2 としては少し早めくらいですかね。速度もこれだけ出ていれば体感上は十分でしょう。NVMe 同士のストレージ間のファイル移動じゃなきゃ違いはわかることないと思います。ストレージ温度も最高49度。温度はかなり優秀かと思います。ヒートシンクがついているおかげですね。では消費電力と動作をも確認してみましょう。消費電力と動作音に関してはファンの制御モードによって変化するようになっていました。ここのボタンを押すとハイとローの切り替えができるのですが、ハイにすると消費電力が上がりファンの回転数も上昇します。まず動作音ですが、アイドル時はほぼ無音の 28dB、ローモードでは高負荷時で約 40dB、ハイモードでは高負荷時で約 50dB となっていました。次に消費電力ですが、FF15 ベンチマーク時で、ローモードが約 140W、ハイモードが 170W となっていました。モードによって FPS にも違いが出てくるので、ゲームの時だけハイモードにする、なんて使い方がいいんではないかなと思いました。ちなみにアイドル時の消費電力は約 25W 程度ですね。ゲーミング PC なのでアイドル時などはミニ PC と比べると少し高いですが、デスクトップよりは優秀だと思います。ではここからはゲーム系のベンチマークをやっていきましょう。
まずは FF14 ベンチマークをやってみます。フル HD、ダブル QHD、4K をそれぞれ最高品質でテスト。それぞれ結果はこんな感じ。各スコアと FPS をご覧いただきたいのですが、フル HD とダブル QHD までは快適にプレイできるのではないかなと思います。4K に関しては厳しいかなって感じです。続けて FF15 ベンチマーク。こちらもフル HD、ダブル QHD、4K をそれぞれ高品質でテスト。それぞれ結果はこんな感じ。こちらも同様にフル HD とダブル QHD までは快適にプレイできそうな FPS です。超重量級タイトルでない限りダブル QHD あたりでのプレイも可能なんじゃないかな。無理無理性能を発揮しているという感じではなく余裕で動いていますね。想像していたより性能は高いし、高負荷でも安定しています。ベンチマーク最後はサイバーパンク2077。こちらもフル HD、ダブル QHD、4K をそれぞれ高品質でテスト。結果はこんな感じ。このゲームは超重量級タイトルですがダブル QHD あたりでも平均が 60fps 近く出ていますね。レイトレを使わなければウルトラ設定でもダブル QHD でプレイできそう。かなりパワフルですね。正直これだけ性能が高ければフル HD であれば大抵のゲームは問題なさそうです。では最後に実際のゲームをプレイしてみましょう。今回は2タイトルをプレイしてみました。まずはフォートナイト。設定はフル HD の競技設定でプレイ。まず効果時や特定の場面では FPS の低下はもちろんありますが、一戦通しての平均 FPS は約240程度となりました。めっちゃ FPS 出てますよね。もちろんデスクトップで同じ価格帯だともっと数値は出ますがこれでも必要十分に感じます。戦闘時間や状況によっても違いは出ますが、これならハイリフレッシュレートモニターを使用してのプレイも現実的ですね。次に Apex。設定はフル HD の競技設定でプレイ。プレイ中にラグいなって感じる場面もないですし実際のプレイはめっちゃヌルヌル。144Hz モニターでのプレイも現実的な数値です。ウルト使用時や混戦状態だと 144fps を割り込んだりする場面もありますが、平均的には 210fps 程度なのでガチ勢以外は不満は出ないと思います。240Hz 張り付きじゃないとダメ。って人じゃなければこれで十分じゃないかな?フル HD であれば大抵のゲームは可能だしこのくらいのスペックがあれば満足できる人の方が多いと思います。ではゲームもこのくらいで終了。最後に中を少し見てみましょう。まず注意事項ですが、通常ストレージやメモリの増設等くらいであれば保証は切れませんが、組み込み時のミス等や分解等で壊してしまった場合は自己責任となりますのでご注意ください。分解にはまず下部のネジ3本を取り外しします。その後下部を持ち上げて金属の蓋を外します。爪を折らないように注意ですね。下部が外れたら上部も爪があるのでスライドして取り外します。これで蓋が取れました。内部はこんな感じ。まんまノートパソコンですよね。どこかのノートパソコンの余りでも買い上げたのかなと感じる作りです。隙間もあるしコネクタもある。バッテリーも搭載できそうですね。排熱面ではマイナスでしょうが、バッテリーがついてたら瞬停時に重宝しそうなのに。スペースもあるので小さくていいからついていたらよかったかも。メモリはサンプルだからかシール違いのものが2枚、ストレージはヒートシンクがついていました。M.2 はもう一つ増設が可能ですね。ちなみに M.2 は Python 製のものでした。まんまノートパソコンの基板でぶっ飛んでるのが意外といいなと感じました。この製品は面白いですね。それではこのくらいでまとめに入りましょう。今回はミニズフォーラムの NUCX i5 を使用してみましたが、スリムゲーミング PC として十分な性能だと思いました。個人的にはこういう製品は大好き。今回の製品の発想は面白いと感じました。むしろ本体が台座と同じくらい厚くてもいいからファンレスとかでないかな。テレビ裏などにも置ける薄型でコンパクトなのはいいんじゃないかなと感じました。何より静音性も高くファンがローモードでも普通にゲームが動くのがいいですね。デメリットは USB のポートが少ないのと映像出力が2ポートしかない部分かな。それ以外はメインと置き換えてもいいんじゃないかと思えるくらい良いものでした。商品ページは概要欄に貼っておきますので、気になった方は見てみてください。ということで今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた、バイバイ。いやー、これは面白かった。i7 版も届いたら比較してみたいね。